2026年ワールドカップダブルハイアジア2次予選の日本対シリア戦21日ジッタサウジアラビアのテレビ放送やインターネット配信が20日午後5時時点で未定となっている。背景には放送権料の高騰がある。16日のアジア2次予選の初戦ミャンマー戦を日本サッカー協会の田島幸三会長は最後の最後まで粘って交渉していくが、お金の釣り上げに乗っていくつもりは全くない。代理店が儲けようとしているからこういうことになる。放映権には適切な相場があるはずと批判した。日本協会によると21日の試合はホームとなるシリアのサッカー協会から放送権を購入した代理店と日本のテレビ局の間で日本国内での中継について交渉してきた。だが、日本時間で午後11時45分開始と深夜帯で高視聴率は期待できず、代理店の提示額と日本側の希望額に開きがあるという。日本代表の森保はじめ監督はミャンマー戦後の記者会見で、放送や配信が決まらない現状を非常に残念だが、これも現実でしかない。テレビ放映がなくても選手が頑張っている姿を想像し、応援していただければと語っていた。前回22年ダブルハイカタール大会出場を決めた同3月のシドニーでのオーストラリア戦も、日本ではテレビ放送されず、有料の映像配信サービス DAZN ダゾーンが配信した。海外では国民の関心が高い試合は公共財として無料放送を義務付ける国もある。11/20月16/43配信毎日新聞。たった1億円の放送権利も払えない貧乏球牛。想像ってよ、貧乏臭いワード使うなよ。想像だけなら J リーグが日本で大人気だったわ。これでもアジアでは1番か2番目に人気なリーグなんですよ。本来無料でもいい予選に高額はありえないから、放送できなくても気にすることはないかと。他のスポーツも予選は全部放送してくれないからね。おじさんたちがいっぱい想像してあげるよ。シリア戦の放送、先週に日本側の放映権料オファーを承諾も2日前に破談した UAE 代理店明かす。さ、ほんと舐められてるな電通。やっと適正な放映権料に戻すための我慢比べが始まったか。たった1億円も払えないの？DAZN から強奪した大金はどこに消えたの？サッカー協会の理事が合流して散財済み？大昔の代表戦はテレビ東京が放送してくれたのに、テレ東にすら見向きもされないようになるとは。放映権料1億円は馬鹿げているサッカー日本代表のダブルハイ予選中継なしに戸惑いの声。1億ってそこまで馬鹿げてるかのう？結局円安で厳しいです負けてくださいって土下座すればええだけやん。それが協会の仕事だろ。この1億がまず本当なのかな。ネタ元がいまいち信用できない。対応見ればわかるように JFA は放送なくても別にいいわ、と思ってるんだから土下座なんてするわけないだろ。本大会とはわけが違う。1億円すら払えない不人気サッカーを。サッカーは日本だけ放映権料概要に高額なんだよな。なんで日本だけサッカーこんなに不人気なの？他に選択肢があるのと、あんまりスポーツ興味ない。マスゴミが隠蔽してた。ネットがなかった。この時代が長かった影響だろう。でもまあネット普及、サッカープロ化から30年は経つけど。日本代表戦金払う。韓流 KPOP 金もらえる。韓国が大人気なのも仕方ないよね。野球でも WBC とかオリンピックのアジア予選にお金払わないだろ？奥払えないから貧乏とか言ってるやつは今回2次予選で時間も深夜帯。相手もしょぼいの理解しとらんの？アジアでサッカーに金出すの日本だけだからなう。足元見られてて草。そういえば野球の代表戦って深夜に中継されることないよね？電通が日本のゴールデンタイムに合わせて開始時間変えてるのか。大谷でさえろくに視聴率取れないのに。棒振りまともにやってる国が少なすぎて日本以外の開催はそもそも無理。日本サッカーは DAZN とともに消えてなくなる。どうせ深夜は見ないから放送しなくていいよ。見ないから放映しなくていいよ。放送権料値切って懐に入れようとしたの？
シリア代理店の CEO の話だと法外ではないし値下げも飲んだらしい。結局、適正価格だろうがどこも買わなかったってだけ。田島はサッカー不人気で売れないだけなのに代理店のせいにして言い訳してるだけだろうね。中東人、平気で嘘つくし。そんな奴の話真に受けてんのくさ。これも立花隆が批判していた内容が正しかったってことなのかな。電通が入ってから、とんでもない値上がりの仕方をしてきたと言っていた。NHK も紅白中止にして、シリア戦の放映権買った方がいいよ。放映権、400億サッカーワールドカップ男子、325億東京オリンピック、210億 J リーグの年間の放映権、150億サッカーワールドカップ女子、60億ラグビーワールドカップ、40億バスケワールドカップ、30億巨人の年間の放映権、11億 WBC11?20億、5億バレーワールドカップ男子女子も同額。これが正しいか知らんが、サッカーボリすぎじゃね？女子ダブルハイは、どこまで値下げしたかしらね。野球は安くて羨ましい。サッカー高すぎ。サッカーのワールドカップは全試合で400億ってことなん？ならそんなに高くは感じないが。これサッカーは日本だけ異常にボラれてる。200国以上あってベスト16で負けるのに全収益の5分の1日本負担とか異常すぎる。日本は野球が一番だって今年はからされちゃったね。これアメリカワールドカップ本戦も中継なしになるんじゃないの？300億とか出せるわけない。しかも時間帯も朝とかだろ。馬娘にガンガン課金すれば次もアベマがやるかも。と、完全無課金勢が言ってみる。またアベマが買うんじゃないかな。これはできないのか？イタリアには試合映像のないサッカー中継がある。セリエ A の試合が毎回欠かさず放送されているのは有料チャンネルであって、無料の一般チャンネルではごく時々しか試合中継はない。代わりに放送されているのは以下のような番組だ。レポーターが試合をモニターで見ながら、その流れを口頭で説明するという形式。ちなみに、試合の重要な局面はその都度ボードで説明される。想像でいいならもう8例で勝ったよ。